ようございます。苗植えてからですね、今日で9日目の朝を迎えました。はい。先日、昨日ですね、昨日このかぼちゃのね、花が2つパッと咲いたというところでしたが、今回ですね、ご覧の通りしぼんでいます。はい。で、昨日はね、本当このこちらの黄色い花パーッとね、あとこちらですね、花あったんですが、はい、もう悲しいことに1日2日でもう散ってしまうというような、状況なんで、なんだなというところですね。で、こっちもこっちもそうなんですけど、まあ花を咲かした後は、まあ、実がなるというような状況ありますので、どんどんこの後ね、実が大きくなってくるのかななんてちょっと思いながら、かぼちゃの方を、まあ、見ているというところですね。で、まあ、新たにね、この3つ目のつぼみが、間もなく開花しそうな状況なので、またね、3つ目の花もちょっと楽しみにしながら、見守っていきたいなというふうに思います。それとですね、このかぼちゃに関してですが、こちらね、小さい葉ですね、これね、これがね、ぐんぐん伸びてきてますね。はい。これ最初ね、このちょっと離れますよ、最初この大きい葉だけだったのかな、まあ、小さいのもね、何本かあったのはあったんでしょうけど、まあちょっとね、どんどん大きくなってきたというところで、またさらにね、かぼちゃ大きくなってくるかなというふうに思っております。はい。どんどん大きくなってきますね。そしてまたつぼみが出て花を咲かしてといった状況になるんでしょうか。はい。かぼちゃね、実がなるのがとても楽しみですね。ほい。はい。こちらですが、ミニトマトですね。はい、ミニトマト、昨日ね、かなり暑かったんですよね。で、夜というか夕方ですね、しっかり水まきまして、まあなんとかまた持ち直してきたというところですね。はい。やっぱりね、夜間はヒヤッとした空気とね、空気になりますので、まあ少しね、元気取り戻すのかななんていうふうに思います。はい。こちらもですね、かなりね、悲しいことに元気がね、なかったんです。もう言ってしまえばね、葉がね、裏返っちゃってね、完全にしおれてた状況ですね。はい。やっぱりね、暑さ対策ね、まあ、水あげるといったところが、大事になってくるかなと思います。はい。で、こちらですね、実の方もしっかり、つけており、まだまだこれからね、大きくなる伸びしろがあるかなというようなところですね。はい。こちらの、ミニトマトはですね、まあ割とね、そんなにしおれてはいなかったんですが、まあ青々とね、結構ね、葉の数も多いしね、青々してるしね、はい、かなり元気かななんて
思います。はい、まあ連日ねお伝えしてますが、花はねしっかり咲いていて、花しっかり咲いていてね、はい、まあ実をつけていくだろうなというようなところですね。はい、はい、こちらもまあトマトの実のね大きさまだこんな感じですね、変わらないですね。こちらのミニトマトは、まだね、まあ、実がなってるわけじゃないんですが、一つねようやく花が出てきましたね。今ねまだつぼみの段階なんですけど、もうちょっとしたらね黄色い小さな花を咲かすのかななんていうふうに思っております。はい、ちょっとねこのミニトマトの苗に関しては、やっぱり連日の暑さでねこうやって、まあ、元気がなくなって、まあ、葉がねもうほとんどこれしおれちゃってますね。はい、まあ、こういったふうになってしまうなってしまわぬよう、またね、暑さ対策の方をしっかり行っていきたいと思っております。はい。はい。こちらのね、ミニトマトは、まあ元気ですね。はい。また新しくね、つぼみと、まあ花を咲かせる、まあ、準備はできてるかなと思います。はい、まあ青々しててねいいですね。はい、こちらはねシシトウになります。シシトウもね、あこれ新しくねこの辺ポツ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 ね、葉を小さな葉出てきましたねこれね。はい、背もね少し伸びたような気もしないでもないですね。まあ、シシトウは順調に大きくなっていますね。こちらのシシトウもですね、はい、どん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 ねまた新しい、まあ、玉のようなものが出てきているので新しい葉をつけていくのかなというふうに思っております。はい、今日は以上になります。